内閣府特命担当大臣は日本の国務大臣。内閣府特命担当大臣の一つである。沖縄及び北方対策担当大臣と通称される。内閣府政策統括官、内閣府沖縄振興局、北方対策本部が設置される、中央合同庁舎第8号館沖縄総合事務局が設置される、 那覇第二地方合同庁舎に豪華日本の内閣府に置かれる内閣府特命担当大臣の一つである。主として沖縄政策及び北方領土政策を所管する国務大臣である。具体的には沖縄県の諸問題への対処、沖縄県の基盤整備、沖縄県の振興開発、沖縄振興開発金融公庫の業務、沖縄県の土地の位置境界の明確化、 などに関わる政策を所管する。また、北方地域の諸問題への対処、北方領土問題の啓発、北方地域の90民への援護措置、本土と北方地域にわたる身分証明等の文書作成、本土と北方地域との間の問題の連絡、圧戦処置、などに関わる政策を所管する。内閣府にて、沖縄政策を司る組織としては、内部部局である。 政策統括官配下の組織や内部部局である沖縄振興局、地方支分部局である沖縄総合事務局、審議会等である沖縄振興審議会などが挙げられる。また、内閣府にて北方領土政策を司る組織としては特別の機関である北方対策本部などが挙げられる。内閣府特命担当大臣はこれらの組織を担当する。 内閣府特命担当大臣は担当する諸課題により柔軟に設置できるため政権により増減や変動がありその役職名は必ずしも一致しないしかし内閣府特命担当大臣は内閣府設置法により筆致とされている同様の例としては内閣府特命担当大臣及び内閣府特命担当大臣の二大臣も内閣府設置法により 必知とされている。また、この内閣府特命担当大臣に就任したものは、内閣府設置法に基づき、北方対策本部長に就任する。北方対策本部長は、北方対策本部の長であり、北方対策本部の事務を統括する。また、必要に応じて、関係する行政機関の長に対し、資料の提出、意見の改陳、説明などの協力を求めたり、 意見を述べたりするることができる中央省庁等改革基本法に基づく中央省庁再編により2001年1月6日に内閣府が設置された。それに伴い総理府の外局である沖縄外発庁などが所管していた沖縄政策は内閣府に移管されることになった。また総務庁の特別の機関である北方対策本部などが所管していた。 北方領土政策も内閣府に移管されることになった。同時に特命担当大臣の制度が設けられた。同日付で第二次森改造内閣が発足し、衆議院議員の橋本龍太郎が沖縄及び北方対策担当大臣に任命された。以降、沖縄政策や北方領土政策を担当する特命担当大臣として沖縄及び 北方対策担当大臣の職が継続して設置された。2003年9月22日に発足した第一次、小泉第二次改造内閣では、内閣府特命担当大臣と故障が変更され、衆議院議員の茂木敏光が任命された。それ以来、内閣府特命担当大臣の職が継続して設置されている。内閣府特命担当大臣も参照任命。 これらの事例は官報に掲載されるため、その記載に基づき内閣府特命担当大臣と表記される。また、かつて2001年1月から2003年9月までは沖縄及び北方対策担当大臣と呼称されていた。新聞などの報道では、簡略化して沖縄北方対策担当大臣、沖縄北方対策担当省、 沖縄北方対策担当大臣。沖縄北方対策担当省。沖縄北方担当大臣。沖縄北方担当省。沖縄北方担当大臣。沖縄北方担当省。沖縄北方大臣。沖縄北方省。沖縄北方大臣。沖縄北方省。沖北省。沖北担当省。沖北省と表記。あるいは、報道対象の地域によっては、沖縄省。 北方省と一方のみの表記にされることも多い。英語での故障については、Minister of State for ザンテリトリスアフェアーズとされている。ありがとうございます。